だわ、嫌だよ。4人に縁があって、それでこんなお芝居か映画みたいな状況。キーワードを並べると空くんが連想されるのも無理ないことかもな。そうだよ、きっと空くんだよ。きっとこれは空くんが私たち仲良し4人組を驚かせようという大掛かりなサプライズなんだよ。理解不能なこの状況に不安が募るのはわかる。だから状況を無理やりにでも理解したくて空くんを疑って納得したい気持ち、わかりはするよ。でも空くんは断じてこんな悪趣味ないたずらを思いつくような人じゃないから。だからこんな状況ではあっても空くんを疑うようなことをして彼を傷つけないで、失礼だから。それに空くんが黒幕だなんてこと絶対にありえないから。絶対に？うん、絶対に、絶対絶対絶対にありえないから。
気持ちはわかるけどよ、どうして絶対なんて断言できる。こんな悪趣味なサプライズが空くんだなんて考えられないからか。でもさ、空くんだって今はもうミナたちと同じ高校生だよ。ほら、男子って中二とかを境に性格がガラッと変わったりとかするよ。あるある、中二病を発症させたとかな、あるいは中学デビューとか高校デビューとか。転校が多い生活だったはずだからな。自分のキャラクターを変えるタイミングも多かっただろう。そうそう、それできっと密室デスゲームホラーとかにハマっちゃったんだよ、間違いない。じゃあ、あの檻の中の子は誰なんだろう。それはそのきっと転校先で出会ったソラ君の友達とか。いい加減にして、ソラ君が黒幕だなんて絶対にないから。私は今でもソラ君のことが好きなの。だからあれから何年が経とうと、誰かがソラ君を中傷するようなことは我慢ならないの。フーカちゃん、聞いていい？どうして絶対って断言できるの？私も同じだ。風花には空くんが黒幕ということだけは絶対にありえない確信を持っているように聞こえる。黒幕じゃない絶対の確信って、そりゃなんだよ、あるのかよ。本当なら言いたくない。でも私がそれを口にしないと空くんへの抽象が終わらなさそうだから言うね。死んでるんだよ、とっくの昔に空くんは。え？知らないよそんなの。いつ死んじゃったの？空くんとのお別れの日覚えてる？確か空くんが天才忍者剣士をやるんだったよね。盾とかアクションとかそういうのはどんなに頼んでも絶対に見せてくれなかったっけ。プロだから舞台の上以外では絶対に見せないって言ってたよね。職人っぽくてそういうのもかっこよかったな。かりんちゃん、ずっとずっとスラ君に盾を見せてって言ってたもんね。それで最後の最後にやっとソラ君がメインの盾が見られるって思って、すっごい楽しみにしてたんだっけな。そう、でも私たちはソラ君の舞台を見ることはできなかった。急に風邪をひいたって言われたんだっけ。そうだ、舞台が終わった後みんなで空くんのことを聞きに行ったらそう言われたんだ。結局日曜日も風邪のままで、うつったら悪いからってお見舞いもできなくて。そう、私たちは
小学生の精一杯のお見舞いの花束を作ってお母さんに預けて帰った。それが私たちの空くんとのお別れ。まさか風邪じゃなかったの？寝ている間に吐いちゃったりとかして、それが喉に詰まって窒息死みたいな話だったと思った。そんな話初めて聞いたぞ。そんなこと誰が言った？空くんのお母さん。私、空くんのお母さんの携帯教えてもらってたから。私、空くんのことが好きだったから、お別れに言葉が交わしたかった。だから元気になってから改めて電話で話そうと思って。私、その週に一日休んだの覚えてる？あれは空くんのお葬式に行ったから。どうしてそれをみなたちに教えてくれなかったの？風花だけで行ったのか、お葬式。私たちには一言も言わずに。薄情だよね。でも誰にも言いたくなかったの。ごめん。ごめんって開き直るなよ。なんで教えてくれなかったんだ？せめてお葬式に行くことくらい空くんを独り占めしたかったというわけか。うん、ごめんね。みんな、よくわかんない。釈然とはしないだろうが、この件ではこれ以上風花を責めないでやってくれ。ありがとう、ドレミ。よくわかんねえけど、まあ時効ってことにしておくぞ。それはともかく、じゃあ空くんが死んでるってのは間違いないんだな？うん、お葬式で丘に入った空くんも見たよ。だから空くんが黒幕だなんて話ありえない。それが死んだと思わせるためのフェイクとか、あるいはよく似た他人とか。いい加減にして。そんなだからカリンは影で人の心がわからないとか言われてるんだよ。そんなこと誰が言ってんだよ。とにかく空くんが黒幕なんてことはありえないってことだよ。でも絶対に間違いないと思うんだけどな。カリンちゃんはどうして空くんに間違いないって確信できるの？だからさ、この状況がだよ。空くんってさ、次に生まれる時は女に生まれたいみたいなことをいつも言ってたろ？言ってたな。女子という存在に少し夢を見すぎのようには内心思っていたが。そうそう、だからさ、この状況なんだよ。この状況ってさ、私たちっていう女子を4人閉じ込めて、まるで今からデスゲームでも始まりそうな状況だろ。デスゲームってのはほら、極限の状態に追い込んで化けの皮を剥いで、その人間の本性をむき出しにさせるみたいな感じってない？考えたくはないけど、これから起こることが本当にデスゲームだったら、みなたちも互いに生き残るために
恐ろしいことを言ったりやったりし合うのかな。確かにその光景をソラ君が見たとしたらさぞや幻滅するだろうな。だからさ、女子に憧れてたソラ君に女子の現実を見せつけるために私たちを閉じ込めてデスゲームをさせるのかなって。もういい加減にして、ソラ君は関係ないって言ってるでしょ。カリンちゃんの話なら、ソラ君が生きていたならその檻の中にいたんだろうね。でも檻の中の子はソラ君じゃない。そもそも言葉が通じるのかさえわからないし、とにかくそんなくだらない話よりもこの部屋をもっとよく調べよう。そうだな。本当にデスゲームに巻き込まれるなんて絶対にごめんだからな。この檻の子誰なんだろうね。わからねえ。なあ僕、本当はさ、ソラ君なんだろ。それでは試練を始める。時間は5分。君たちの本当の姿を存分にさらけ出したまえ。少年よ、君はそれをすべて余すことなく見届けるんだ。それが君の望んだことであり、試練であり、あるいは罰でもある。何のこと？人の心配より自分の身のことを考えた方が良さそうだぞ。大丈夫？カリンちゃん。大丈夫に見えるかよ。どうする？二つしかない。犯人の言いなりになるかならないか。やだよ、犯人の言いなりってことは死刑囚のカリンちゃんを見捨てるってことでしょ。だがどうする？この首輪と鎖、どうにかできるものとは思えない。仲良く四人で死ぬのか。そんなのはごめんだぞ。カリンちゃんを見殺しにして3人で助かるのだって嫌だよ。できることならその選択肢は選びたくないよ。だがあと数分経っても拉致が開かないなら検討が必要になる。どうしてくれよ。私を見捨てるのかよ。見捨てんのかよ。ふざけんじゃ。うねえ。静かにして、考えてるんだから。はあ、私を見殺しにすることを考えてるのかよ。うるさいから静かにして。静かになんかできるかよ。私を見殺しにする算段なんだろ。違うって、あんたも含めてみんなで生き残る方法を考えてる。嘘をつくんじゃねえ。絶対嘘だ。私を見殺す気だ。黙っててって言ってんの。誰が黙るかよ。嘘つき、嘘つきフルカ。嘘つきは？あんたが私を嘘つき呼ばわりするの？風花ちゃん、よりにもよって嘘つきカリンが私を嘘つき呼ばわりするの？はあ？嘘つきはお前の方だろうが。とぼけた顔してんじゃねえ。
ふざけたこと言ってんじゃねえ。嘘つきの分際でてめえが言うかよ、こら。落ち着け。カリン、言わせてもらうね。こんな時だけれども、私はカリンのことがずっと大っ嫌い。ずっとずっと昔から。どうしてさ、嘘だろ。私たちあんなにいつも仲良しだったろ。私もね、カリンと同じ程度には友達のふりができるもん。カリンが本当は嫌ってるミナちゃんにそれを悟らせないで友達のふりができる程度には私にだってできるんだよ。何？何の話？カリンはね、上辺はミナちゃんとも仲良さそうに振る舞っていたけれど、本当はミナちゃんのこと嫌いなの。嘘だ。やめろよ、フーカ。どうして私のこと嫌いなんだよ。確かに私いろいろとルーズで、約束とかすっぽかして忘れちゃったこととかあったさ。それって今こんなにそこまで怒り狂うほど恨まれるもんかよ。うん、カリンは人間として絶対に守らなきゃならなかった約束を破ったんだよ。それはどんな約束だったんだよ。私だってバカじゃない。そういう約束は破ったことないはずだよ。ううん、破ったの。そしてとてもとても深く傷つけた。それが何かはわからないけどさ、勘弁してくれよ。だいぶ昔の話だろ。私にはできないよ。傷ついたのは私じゃないもん。じゃあ誰を傷つけたって言うんだよ。ソラ君をだよ。ソラ君はあんたが来るのをずっと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 待ってたんだよ。あんなに絶対に来てねってあんたにあんなにしっかり伝えたのに、絶対の約束だよって伝えたのに、なのにあんたは来なかった。ソラ君はずっとずっと待っていた。雨が降り出してびしょ濡れになりながらもずっと待ってたんだよ、あんたを。ソラ君は私を待ってた。わかんないよ、何の話だよ。私ソラ君と待ち合わせの約束なんてした覚えないし。そうだね、ソラ君が待ってるとは私は直接言わなかったもん。でもね、絶対に来てね、とても大切な話があるからって私ははっきりと言ったよ。あんたはそれを聞いて私にはっきりと、分かったよ、必ず行くよって言ったんだよ。ちょっと待ってくれよ。記憶にはないけどさ、ソラ君の話なら絶対に私は約束を守ったぜ。そもそもどうしてソラ君が待ってるから来てくれって素直に言わなかったのさ。それは私の意地悪。ソラ君が一番好きだったのは風花じゃなくてカリンだったそうだ。知らないよ、そんなの初耳だよ。というかソラ君が一番好きだったのは風花だろ。だって引っ越し前のプレゼント、風花には一番立派なものをプレゼントしてたじゃないか。私はさ、いつも盾を見せてくれとかバク転を見せてくれとかしつこく言ってたから嫌われてたはずさ。その証拠に引っ越し前のプレゼント、4人の中で私だけがもらってない。あの時思ったよ、ソラ君ってやっぱドライな人だなって。苦手な子はしっかり区別する子なんだなってそういうカリンを見て、やっぱりあんたは好きになれない子だって
あの日に確信したの。だからそれ以来、あんたのことずっとずっと大嫌い。あんたに人の心はないよ。その上、影ではミナちゃんのことこびてばっかのペットとか愛玩動物とか散々に陰口を言っている。そんな本当なの？いや、そんなこと言うわけねえって。風花がデタラメ言ってるだけだって。いや、私も聞いたことがあるぞ。中学の林間学校の時、夜ミナがトイレに行って抜けた時、確かにカリンはそんなことを言っていた。言ってない言ってない、トレミの記憶違いだって。すごく唐突に、ミナに対するカリンの認識が私たちにあっても当然とでもいう風な言い方にすごいショックを覚えたのを記憶している。私もそれ覚えてる。でもカリンは私のことを親友だと信じてたみたいだから、私と二人きりの時にはね、もっともっと言ってたんだよ。ふうか、ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえ。カリンちゃん、嘘。いつもみんなを助けてくれる王子様みたいってずっと慕ってたのに。だよ、私がなんで責められるような流れになってんだよ。こんな時にする話じゃねえだろ。頭うじ湧いてんのか。そんな場合じゃねえだろ。黙れカリン。お前はもう喋るな。大っ嫌い。カリンのことなんかずっと昔から大っ嫌い。ふうか、嘘だろ。私たちあんなにも親友同士で。そう思えるように振る舞ってきた私に感謝しろ。でも私はあの時から許さない。ずっとずっとミラー英語を許さない。ソラ君の気持ちを裏切り、彼に涙させたあんたをずっとずっと許さない。ごめんねカリン、ここまで言うつもりなんかなかったのに言い過ぎちゃった。こういうことってその時すぐに言わないなら死ぬまで黙っているべきものだよね。今頃になってこんなことを言っちゃったことに関してだけは謝るよ。いや、話してくれて感謝するよ。それとよく覚えてなくてごめん。覚えてないこと謝られても響かないよね。だからこそ今頃になって言った私が悪い。このことについてだけは謝るね。でも私はあなたを許さないから。もうよせ風花。そうだよ、そんな話を今する必要なんて全然なかったよ。時計を見てよ。見なくてもわかるでしょ、時間なんか最初から全然ないのに。風花ちゃんのバカ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 。時間があったら何かがどうにかできたっていうの？ミナちゃんがテレビを見ながら宿題ができるようにね。私だって感情を吐き出しながらいろいろと考えることができるんだよ。その結果、とてもとても当たり前の答えに行き着いたの。この部屋から犯人が望む以外の方法で脱出できる手段は一切存在しないって。
それでもなんとか考えなくちゃならないだろう。うん、だから考えたの。ここから私たちみんなで無事に脱出できる方法を。そして出た結論が不可能だということ。どうして不可能なんて言い切れるの？まあ確かに考える必要さえなかったのかもしれないな。仮に脱出の出口がこれ見よがしに開いたとしても、この首輪と鎖をどうにかできない限りどうにもならない。じゃあこの首輪をどうにかする方法をみんなで考えれば。私たちだってさっきからみんな自分の首輪をいじってる。でも外れないし、外れそうな気配さえ感じられない。当然だよ、このデスゲームにおいてこの首輪は要だもん。私たちにデスゲームを強要する一番の仕掛けがほんの数分でどうにかできる程度のもののわけがない。でもだから私はこんな時なのに胸の中の全てを吐き出したの。この部屋からの脱出は不可能。唯一の方法は犯人の言いなりになることだけ。私たちは死刑囚かピエロのどちらかを選んで生贄に捧げない限り生き残れない。でもできる？そんなこと。カリンかドレミのどちらかを選んで見殺しにするなんてこと私たちにできると思う？私だって死にたくはない。しかしだからといってカリンを生贄にして生き残ってどんな未来があるというのか。私はカリンのことを大嫌いだって言ったけど、ミナちゃんにとっては違うでしょ。カリンちゃんはミナの大切な大切な一番のお友達だよ。私にとってもドレミは大切な大切な一番の親友ね。私たち全員で円満に納得できる生贄なんて存在しないの。二人の断罪者が生贄に納得していなければ拷問レバーは執行できない。そういうこと。カリンとドレミどっちを生贄に選ぼうとも私とミナちゃんが揃って納得できる答えにはならない。手詰まりなんだよ私たちは最初っから。いいよ、私を殺してくれ。カリンちゃんそんなこと言わないでよ。今風花が説明した通りだ。ここから生きて出るには誰かを犠牲にするしかないんだ。風花は断罪者たちが納得する生贄がいないと言ってくれたけど、なら私が立候補すればいい。私が生贄になると自ら言ってるんだ。みんなは生き残った後に何も気に病むことはない。それでいいのか本当に？ああ、うん、私に生きて戻りたい世界はなくなっちまったから。開けて、来るぞ。大好きだった風花にそんなにも憎まれていたなんて。でもさ、それを押し殺してあんなにも親しく付き合ってくれて、そしてこんな時であってもそれを正直に話してくれたことに私は感謝するぞ。ありがとな風花。
そんなにも風花を苦しめた私にあんなに親しく接してくれてありがとうな。感謝されても困る。嫌だよ、カリンちゃんがいない学校なんて絶対に嫌だよ。ありがとう、その言葉だけでも嬉しいぞ。カリンちゃん、カリンちゃん。みんな、まだカリンが絶対に死ぬと決まったわけじゃない。カリンちゃんも助ける方法があるの？ あるの？方法というか、カリン次第と言うべきか。教えて。犯人は死刑囚に拷問を課すみたいなことを言った。もし死なせることが目的なら処刑とか死刑とかそういう言い方になるはず。じゃあ拷問を受けてもカリンちゃんは死なないってこと？必ずしも死に至らしめるものとは限らないという意味だ。確かに、殺す気なら処刑って言い方をするだろうな。ちょっと元気出てきた。つまり耐えればいいのか。死刑囚の首輪は？拷問レバーを引くと外れるのは死刑囚以外の3人の首輪。死刑囚の首輪は外れない。それじゃあ拷問に耐えても結局は焼け死んじゃうよ。なんだよ、やっぱり無意味じゃないか。いや、拷問とやらさえしのげれば首輪を外すチャンスはある。どうやって？まずカリンは拷問を耐える。その後カリン以外の3人は首輪を外す。ああ、なるほど。そこでチェンジするのね。そっか、首輪を外した後になら、ピエールは死刑囚にされたって何の意味もない。なるほど、拷問を耐えさえすれば全員が首輪を外せるわけか。よし、覚悟ができたぞ。有罪の宣告はミナが頼む。風花はレバーを。分かった。有罪。じゃあいい、レバー引くよ。風花、改めて謝る。どんな拷問があるかわからない、生き残れるのかどうかもわからないけどさ、もしそれに耐えて生き残れたら、風花を傷つけたことを、そしてそれを思い出せないことを許して忘れてくれ。頼むよ。聞いてあげてもいいじゃない。同感だ。これをみそぎに過去のことはもう忘れてやれ。そんなに寄ってたかって言わなくてもいいじゃない。分かったよカリン、ここを生きて出られたら過去のことは全部水に流して仲直りする。風花、ありがとう。じゃあ行くよ。カリンちゃん頑張って、みんなは一緒にいるからね。ありがとう、絶対に生き残ってみせるぞ。みんな、手をつないでいたい気持ちはわかるが危険だ。そうだよ、電流とかだったらどうするの。下がってなさい。ありがとな、みんな。もう大丈夫だぞ風花、頼む。
目には何が起こっているか全然わからない。まだなの？まだミナたちの首輪は取れないの？多分この首元にあるネジ巻きが回って外せるようになると思うんだが、いつまで拷問続くの？まだ終わらないの？死ねよ、早く。あの世で。私にもわからない。祈るしかないんだ。カリンちゃん、しっかり。お願いだから頑張って。早く終われ。終わった
ちゃん、カリーちゃん、返事して、返事して。みんな、首輪が外せるようになってるぞ。急げ、時間がない。おやすみ、ハリー。ソラ君、許してくれるといいね。救急車というのがあるようだ。で、電話してみる。くーちゃん、しっかり。くーちゃん、しっかり。なんなんだよこの車。なんで人乗ってないのに走ってくるんだよ。こちらの方が近くの動物病院まで車に乗せてくれるって。ありがとうございます。出てなかったし、きっと脳震盪的なやつだぞ。目が覚めたらケロッとしてるかも。マリみたいに飛んだな。クーちゃんは私たちに危険をずっと教えようとしてくれてたのに。車ってあんなにも音がしないものなの？全然わかんなかった。サイドブレーキを忘れた車が無音で坂を滑り降りるのはないことじゃないらしい。私たちは浮かれてふざけてただけ。でもクーちゃんはその私たちの背中に危険が迫っていることに気づいて、あんなにも教えてくれてたんだ。先生、先生、クーちゃんの様子はどうなんですか？治りそうですか？
薬とか手術とか、それでも何かできることはないんですか？無理を言っちゃダメだよ。先生は最善を尽くしてくれている。それはそうと、大人の保護者を決めないといけない。うちはお母さんがペット嫌いで。ペットは人間と違い、保険が効かない。親は毎月の資金繰りにも苦労しているんだ。とても頼めん。うちはお父さんが昔のペットロスをまだ引きずってて、もう生き物は絶対に飼わないって。別に飼うわけじゃない。一時的に名前を借りるだけだぞ。それならカリンの親に頼んでよ。ペット飼いたいって言ってたんでしょ。違うよ、言ってたのは熱帯魚だぞ。猫なんて言ったら怒鳴られちまうよ。ミナの家は裕福だろ。親はそうかもしれないけど、ミナは裕福じゃないよ。とにかくみんなでお金を出し合って。今貯金箱空っぽだからさ、借りってことで。互いでのお金の貸し借りはなし。私たちのずっと昔からの約束だ。みんなの家はお小遣いは何に使ったか言わないといけないの。野良猫のための治療費なんて言ったら絶対に怒られるよ。クーちゃんは野良猫じゃないぞ。仲間だろ。飼えるなら飼いたいと言っていたのはフーカだ。ずいぶん前の話だよ。その時はお父さんの話知らなくて。ミナちゃんだって飼いたいって前に言ってたのに、私だけに押し付けるような話はフェアじゃない。うちはルールが厳しいっていつも言ってるよ。どうして分かってくれないの。小遣いがないなんて言い訳にならない。それはカリンが親をどう説得するかの問題だ。だから絶対に返すからって言ってるだろ。うちの親は関係ねえって。それに悪いのは車の持ち主だろ。そいつから治療費をぶん取ればいいだけだぞ。誰がどうやっていつぶんどるの。病院の人はそんなこと聞いてないんだよ。そもそもお前がぼんやりしてるからクーちゃんが巻き込まれたんだ。ドレミちゃんだっていつもクーちゃんの言葉はわかるとか言ってるくせに全然わかってない。
と一緒にいることで楽しいと思ってた。